ハイワサッニクです。今回は B と Get の使い分けをマスターしちゃいましょう。特に Bused e to と Getused to はどう違うのってよく聞かれます。文法書に載ってないとっても大事な基礎を紹介しますので、最後まで見てください。この B と Get の使い分けは主に形容詞の話なんですけど、B は変わらぬ状態を表してて、Get はそうなるという 変化なんです日本語に置き換えると B は何々であるもしくは何々している Get は何々になる何々するですねであるが状態になるが変化というのは分かりやすいですよねより分からないのがしているとするですよねちょっと日本語を考えてみましょう例えばお腹が空いているは状態ですお腹が空いてますお腹が空くというのは変化なんです お腹が空いてない人がお腹がすくという変化なんです。英語では空いてる状態は be hungry そして空くという変化は get hungry なんですね。同じように be sick は状態で病気であるまたは風邪をひいている get sick は病気になるもしくは風邪をひくです。風邪ひいてない人が風邪をひくという変化なんです。be lost は状態迷子である 道に迷っているですね。どっちも同じ意味だし、どっちも状態ですから、どっちも be lost なんです。get lost は変化。迷子になる、もしくは道に迷うという変化なんですね。どっちも同じ意味だし、どっちも変化なので、英語では get lost と言います。例えば be married は状態。結婚してます。既婚者であるということです。寝てても結婚してるわけですよね。 何かアクションを起こしているわけでもなく変化ではなくこう変わらぬ状態なんです既婚者である Get married はとっても大きな変化なんです独身が自由を捨ててしまうということなんですあ独身が幸せを手に入れるということなんですね人生で一番大きな変化かもしれないです Get up は変化ですよね寝てる人が起き上がるという変化なんですアップになるということなんですね だからゲットなんですね。そして起き上がってる状態は BUP なんです。ちなみに UP は形容詞ではなく副詞なんですけど、この B と GET の使い方に関しては形容詞でも副詞でも全く関係ないです。準備ができてる状態は BE READY。そして準備をするは GET READY なんです。直訳は READY になることなんですね。Ready になることじゃないですよ。Ready になることなんです。 ここでちょっとクイズをしてみましょう。しないでは Don't なんですけど、風邪をひかないでねって人に言うときはどっちを使うでしょう ?Don't be sick なのか、Don't get sick なのか、どっちなんでしょう正解は Don't get sick なんです。今は風邪をひいてない。そして風邪をひかないでね。病気にならないでね。その変化をしないでねということで 変化の get なんですねそこで「Don't be sick」と言ったら「おい風邪をひいてるのやめなさい!」という意味になっちゃうんです。「風邪をひいてる人がそれを言われたらかわいそうですよね。でも風邪をひいてない人が言われても困りますよね。「風邪ひいてるのやめなさい!」「いや、ひいてないけど」みたいな。それは第2問。玄関で子供を見送るときに「道に迷わないでね」って何て言うでしょう。「Don't Be lost なのか、Don't get lost なのか、どっちでしょう正解は、Don't get lost なんです。今は玄関にいて、今は迷ってない。で、これから迷わないでね。迷子にならないでね。その変化をしないでね。ということで、変化なんですね。Don't be lost というのは、おい、迷子であるな道に迷ってるのやめなさいという意味になっちゃうんです。 そして be used to と get used to も全く同じ使い分けなんですね be used to は慣れている状態 get used to は慣れる変化なんですね例えば慣れてますというのは I'm used to it ですね B e 同士ですね used to の後は必ず名詞もしくは同名詞が続きます例えば漠然とした感じで I'm used to it 慣れてますそしてより具体的に I'm used to living alone. 一人暮らしに慣れています,です、ね。慣れろ慣れなさいというのは変化なんです。慣れなさいって変化を求めているんですよね。必ず get used to it なん,なんです。そしてこれは慣れるのに半年かかったとっいうことですね。半年前は慣れてなかった。そして半年が経った今は慣れています。その間に変化が起きたんですね。その変化に 半年かかったとということででで必必ずず変化なんです必ずゲットなんんすす他に B e 動詞を使う表現と Get を使う表現を見てみましょう。これ簡単ですね。お腹空いてます。準備ができてます。風邪ひいてます。病気です。結婚してます。既婚者です。迷子です。道に迷ってます。そして起きてますよ。これは全部状態です。何も変化が起きてないんです。 聞くときは、ああいうですけど、同じ状態ですね。Are you married? 結婚してますか ?Are you up? 起きてますかですね。Are you up? ってメールでめっちゃ口よく使うんです。朝早く、もう起きたという意味で、Are you up? 起きてる。そして夜遅くに、まだ起きてるという意味で、Are you up? 起きてるって送ります。よく使います。次は、ゲットを使う表現を見てみましょう。とっても大事な表現は、I'm getting なんです。 変化を表すゲットが何かをやっている最中を表す進行形になっているので変化の最中変化の途中なんですなりつつあるなり始めたなってきたという意味です例えばお腹が空いてきたとか風邪の引き始め治りかけちょっと疲れてきたなちょっと酔っ払い始めたとかですねここアップは消しといたんですけど 起きてますよっていう意味で I'm getting up と間違える人が多いんです起きてますよっていう状態は変化じゃないから I'm up ですねさっきやりましてね I'm getting up だともう起きる途中なんですねでそういう意味で使うんだったら正解ですこの赤ペンは無視していいです今起きる途中ですもう今斜めな感じなんですね人じゃなくてもよく使います例えば it's getting late 遅い時刻になってきたねっていう意味です これは日本語ではそろそろいい時間になってきたねってよく言いますよね。寒くなってきたね。It's getting cold.It's getting warmer. 今度は比較級だから、例えば先月と比較してる。先週と比較してる。暖かくなってきましたねっていう挨拶のようなもん。えー、高くなってきたね。暗くなってきたね。帰りましょうとか。It's getting dark earlier。これは暗くなるのが早くなってきたね。日が短くなってきたねっていう意味です。 そして used to もこの表現をよく使います。get used to 慣れる変化の途中なんですね。慣れつつある慣れてきた慣れ始めたという意味です。漠然とした感じで I'm getting used to it でももちろんいいしそして嬉しい例文ですね。I'm getting used to speaking English 英語を話すのに慣れてきたですね。きっとスピーキングマップを使ってるんだね、この人。 ゲットを使うもう一つとっても大事な表現は get なんとか easily です。簡単に病気になるということです。病気になりやすいですね。やっぱり変化の話なので必ずゲットなんです。B じゃないです。B はであるですよね。病気でありやすい。何が言いたいかよくわかんないですよね。やっぱり変化です。 その変化が起きやすいということですね。そうなりやすいということですね。I get angry easily, 怒りやすい、怒りっぽい、短期 I get drunk easily, 酔っ払いやすい、お酒は弱い、ですね。I get hungry easily, すぐお腹が空いちゃう。I get lost easily, 迷子になりやすい、方向音痴です。I get nervous easily, 緊張しやすい、あがり症という意味ですね。 さらに深く潜っていきましょう。また面白いことがあります。ゲットの後に人などを入れると、するがさせるという意味になります。有名なのが、get up、起きる。get me up、起こすですね。これは有名ですね。7時に起きてくれる。7時に起こしてくれるですね。起きるが起こす。するが起こす。 させるという意味になります目的語を入れて、他動詞にしてるんですね。例えば、Don't Get Sick は病気にならないで、風邪をひかないでねっていう意味ですけど、Don't Get Me Sick 私を病気にさせないで、私に風邪を移さないでねという意味なんです。怒りたくない。彼女を怒らせたくないですね。ここは絶対 B じゃないですね。この人を続ける、他動詞にする使い方は Get のみです。 そして主役の used to もそうなんです。I want to get used to speaking English. 英語を話すのに慣れたい。I want to get you used to speaking English. あなたを慣れさせたい。という意味です。これ先生の気持ちなんですねも。もちろん you じゃなくても him でも何でもいいですよ。例えば彼に勉強する習慣をつけさせたい、つけたいは何でしょう I wanna get him used to studying とかですね。皆さんもこれを使った例文をコメントのところに書いておいてください。できる限り添削します。要するにそうじゃない形容詞もあるんですけど、多くの形容詞はこの3パターンがあるわけです。起きてる、起きる、起こすという3パターン。起こっている、起こる、起こらせるという3パターン。 今度は人じゃないんですけど一頭なんですけど汚れている状態汚れる変化そして汚すですね汚れている汚れる汚すこの3パターンがあるわけですこの B と GET の使い分けは実はとっても微妙なんですこれは英語の中ではとっても大事な感覚なんですけどあんまり文法書に載ってないのは このはっきりしないところが原因だと思います。この B と Get を使い分ける形容詞と使い分けない形容詞もあります。形容詞によるんですね。例えば Don't be rude は言います。Don't get rude とは言わないです。変化なら Sick は必ず Get になります。そして Angry は B でも Get でもどちらでもいいんです。理屈を考えるとすでに怒っている人、 に be angry. そしてこれから怒らないでね怒らないで聞いてねだったら don't get angry という使い分けのはずなんですけどどっちのシチュエーションでも両方使ってもいいです使い分けないんですどっちでもいいんですですから表現によっても違います例えば彼は怒りそうは he's going to be angry でも he's going to get angry でもどっちでもいいです使い分けないですどっちも大正解です I get angry easily というこの表現は必ずゲットなんです。表現にもよるんですね。形容詞にもよるし、表現にもよるし、曖昧なんですね。さらに深く潜ってみましょう。また面白いことがあります。これは英語のとっても大事な基礎ですけど知らない人がほとんどなのでぜひ最後まで見てください。実はこの状態、 変化させるという3パターンは形容詞だけじゃないんです。名詞も同じ使い分けがあります。まず名詞の種類は2つあるんですけど、こう Have がつくような名詞と B がつくような名詞です。とりあえず Have から行きましょう。Have が状態。例えば Have は headache、頭痛です。Get が変化。また Get ですね。これは頭痛になるという変化。そしてさせるは give なんです。 get でもなく give なんですね。例えば I have a headache 頭痛です。I get a headache よく頭痛になるですね。これは今頭痛かどうかわからないですよ。よくそうなると言ってます。そして red wine gives me a headache 赤ワインが私に頭痛を与える私を頭痛にさせるという意味ですね、まあ。赤ワイン飲むと頭痛になるという話ですね。 肩こりは stiff shoulders というんですけど、I have stiff shoulders は今凝ってますという状態。I get stiff shoulders よく肩こりになる。よく肩が凝るという変化です。今凝っているかどうかはわからないですよ。そして、using the PC gives me stiff shoulders。パソコンを使うことが、これが主語、同名詞が主語にやっています。パソコンを使うことが、 私の肩を凝らせる。私に肩こりをさせるという意味です。そして B を使う名詞にも同じ3つの使い分けがあるんですけど、また別の動詞なんです。B を使う名詞だと B が状態、Become が変化、そして Make がさせるですよね。これ、こっちの方が何か見たことある感じがしますよね。なるは Become で Make はさせるって覚えますよね。でも、 have を使う名詞にはそれを絶対使えないです。become a headache も言えないし、make me a headache もないです。be を使う名詞だけなんです。have を使う名詞は先ほど紹介した3つの使い分けです。例えば I'm the team leader 状態です、team leader です。I became the team leader チームリーダーになった。そして my boss made me the team leader 私をチームリーダーに してくれたっていうことですけど、まあ、英語だと、させた。チームリーダーにさせた。です。clean freak というのは、潔癖症のことです。I'm a clean freak. 潔癖症です。I'm becoming a clean freak. これ、さっき、getting がありましたよね。それと全く同じ原理です。変化を表す動詞の進行形だから、変化の途中ですね。潔癖症になってきたな。潔癖症になりつつあるという意味です。 The pandemic made me a clean freak. このパン,パンデミックが私を潔癖症にさせたですね。以前はあんまり気にしなかったんですけど、今はちょっとつり革に捕まりたくないなとか、そういう人が多いんじゃないかなと思います。A slob はだらしない人なんです。He's a slob。彼はだらしない人です。いう状態。He's becoming a slob。また、 なりつつあるですね。じゃ、だらしなくなってきたな。Living alone made him a slob. ですね。一人暮らしが彼を、まあ、だらしない人にさせたということです。slob はあのどういうだらしないかというと、あの片付けをしないとか、一、えー、週間も同じ服を着てるとか、あの髪を洗わないとか、なんかそっち系の、えー、だらしなさですね。最後に要約をしましょう。形容詞にしても、 have を使う名詞にしても be を使う名詞にしても、この状態変化させるの3段階、その 3, 3パターンを使い分けます。そして文法書に載ってないとっても大事な基礎なんです。そのものによって使い分ける3つの動詞が変わるということです。なるは全部 become だと学,ん学びますよね。そしてさせるは全部 make で学びますよね。 have を使う名詞は絶対そうじゃないんです。例えば become a headache もないし make him a headache も絶対ないです。形容詞に関しては変化は become も使います。get も使います。両方使います。そしてさせるは get 人形容詞も使うし make 人形容詞も使います。だけど have 名詞は make と become を使わないので注意しましょう。このことが分かってると 使い方が見えてきますよね。使い方が分かりますよね。状態変化させるという3つのコンセプトをよく意識して使い分けましょう。いつも言ってるように知識を積むだけでは話せるようにならないので必ずアウトプットもしましょう。今日学んだことを使って例文をたくさん作ってみてください。コメントのところに書いておいてくれればできるだけ添削します。それでは、See you next time!